大竹新郎、大竹新郎、大竹新郎、1955年10月8日台は、日本の現代美術家。1955年10月8日、東京都目黒区に生まれる。1957年、大田区南六号に転居。六号水門、玉川、巨人軍練習場、江崎グリコ工場などが、当時の思い出とともに、東京の原風景となる。 物心ついた頃には身近にテレビがあり、昭和三十年代に吹き替えで放映されていた名犬らしい、うちのママは世界一、ポパイ、ブロンコシャヤン、突撃、マッキーバー等のアメリカのテレビ番組を好んで視聴し、大きな影響を受ける。1962年、大田区立六号小学校入学。この頃、漫画家になることを決意。第一作目は、 野球漫画、頑張れ。三ちゃん。八歳年上の兄と共に、レコード店に通い、アメリカンポップスや和製ポップス、民族音楽風の民謡などを聞き、音楽に興味を覚える。1964年頃、少年マガジンに連載されていた漫画、自伝改めの高のカラーズ版を用いて、初めてのコラージュ作品、黒い、自伝改めを制作。1965年、 練馬区や原に転居。隣駅の西部池袋線富士見台駅近郊に、あった虫プロダクションに絵を持って通い、スタッフから絵の指導を受けたり、セルガをもらう。兄の影響でビートルズを知る。1968年、練馬区立尺寺東中学校入学。サッカー部に入る。兄を通じて、海外のサウンドトラックレコードやファッション、アート系の雑誌に影響を受ける。 東京国立博物館の展覧会、レンブラント名作展で油絵に興味を持ち、岡鹿之助の油絵のマティエールをテキストにして、独学で油絵を始める。1971年、東京都立大泉高等学校入学。サッカー部に入る。近所の絵画教室に週1回程度通う。兄に頼まれて購入した、現代の美術4ポップ人間登場。 講段者で、アンディ・ウォーホル、デイビッド・ホックニー、エドアルド・パオロッチ、リチャード・ハミルトン、フランシス・ベーコンらの作品を知り、画家という存在に、初めて強いリアリティを抱く。1974年、東京芸術大学美術学部絵画家、油絵を受験し不合格となる。4月、武蔵野美術大学造形学部油絵学科に、補欠入学。4月21日に、 同大学を休学して北海道別海町のウルリー牧場へ行き、同牧場で無休、無休、住み込みという条件で働く。年末、漠然と海外行きを決意する。1975年1月から3月にかけて北海道口を撮影、スケッチして歩く。4月、東京に戻り、大学に復学。ボブ・ディランをモデルに初めての立体作品。 男を制作。1977年5月、大学を休学して都営。ロンドンに滞在し、スケッチや写真撮影をする。6月、ロイヤルカレッジ・オブ・アートンの卒業展での作品に出会う。8月、英国のの,ののみの市で、マッチのラベルを貼り込んだノートブックと大量のマッチラベルを購入し、このラベルでコラージュブックの制作を始める。11月、 ラッセル・ミルズに面会し、交際が始まる。12月、デイビッド・ホックニーに面会、翌年4月まで絵を見てもらうようになる。1978年5月、帰国して大学に復学。リトグラフ、オフセットなど、印刷イン菓やフィルムによる作品に興味を持つ。ノイズユニット、19、19の始まりとなる、音楽活動を中学時代の後輩と開始。 ブライアン・イーノのプロデュースにより同年に発売されたコンピレーションアルバムのニューヨークに参加したバンドのほとんどすべから影響を受ける。1979年9月初めての香港旅行。10月第4回ロットリングイラストコンテストで最優秀賞を受賞。11月作品を見てもらった。 黒田聖太郎から紹介された野生時代のカットの仕事で自身の名前が初めて活字となった。同月、池袋にオープンしたスタジオ200のオープン記念ポスター総画に作品が採用される。これが最初のポスターの仕事となる。1980年3月、武蔵野美術大学油絵学科を卒業。4月から8月までロンドンに滞在。六月、にて、 ラッセル・ミルズ、大竹の4人でサウンドパフォーマンスを行う。8月から10月にかけてパリと香港にも滞在。10月、19、19を結成。スタジオ録音、ライブ活動を始める。12月、1枚目のアルバム、19、19を発売。1981年、19、19としてシングル版1枚とアルバム2枚を発表。 十九、十九のライブも行う。1982年最初の印刷本となるサイケデリックマガジン LTD ボリューム1プレゼンテーション二集を刊行。9月4枚目のアルバムを発表後に、十九、十九は自然消滅。12月初古典大竹新郎古典、ギャルリー渡り、東京。1983年ニューヨーク 香港、ロンドン、ナイロビなどに滞在。作品は、カンバス下地に印刷物や紙を貼り込む手法が、以前よりさらに強まる。1984年3月、古典、大竹新郎1983から1984、ギャルリー渡り、東京。5月から9月にかけて、京都を複数回訪れる。京都的な風景に愛像を入り混じる感覚を覚え、 初めて、日本系について考える機会になる。1985年2月、古典、大竹振動ペインティング、コラージュ、コンコースギャラリー、ICA、ロンドン。5月、古典、大竹振動放浪する言語、ジェノバ。6月、ラッセル・ミルズとユニット、オンリー・コネクトを結成、パフォーマンスを行う。1986年、初の画集。 ロンドン、香港1980を、曜日社から出版。同社の豪華版が、同年の増本想定コンクールで、日本書籍出版協会理事長賞、豪華本部門を受賞。1月と9月に、古典、ロンドン、香港1980、三ゆきガロ及びヒルサイドギャラリー、東京。3月、結婚。1987年1月、古典、ロンドン、 香港1980パートに、みゆきがろう、東京。5月、古典、ロンドン、香港1980、ギャルリー団、大阪。7月、作品集、ロンドン、香港1980の豪華版が、a d c 最高賞を受賞。10月、古典、大竹新郎店 EZMD& エチャイングス、ギャルリー団、大阪。11月、古典、 大竹新郎店1984から1987佐賀町エキシビットスペース東京1988年1月愛媛県宇和島市の造船所から配線を譲り受けることになり妻の実家が所有している倉庫をアトリエとして使うことになる妻の実家に曲がりして宇和島での製作を始める夏までに東京尺井のアトリエを引き払う9月 古典、キャンバシズム夢と、細胞、大竹新郎新作展、西部アートフォーラム、東京。第23回造本想定コンクール、全日本製本工業組合連合会会長賞、豪華本部門第一位受賞。ライプチ秘造本コンクール同賞受賞。1989年、キャンビスザム展のカタログが、ニューヨークの ADG 第3回国際展で、 優秀賞を受賞。1月から3月、米国に滞在して、作品を制作。11月、古典、大竹新郎アメリカ、西部 R. ビビアン、東京。1990年4月、古典、大竹新郎リーセントワークス。1988から1990、ギャルリーところ、東京。古典、テンポラリーミュージアム第2期。 大竹新郎シプヤードワークス1990寺田倉庫スペース T33 東京10月竹光通ると初めて会う鈴木京一と共同で半元床を設立1991年9月古典大竹新郎の仕事エコス71から91ギャラリーところ東京古典大竹新郎の仕事エコス55から91 西部アートフォーラム、東京。古典、大竹振動の仕事エコス89プラス91。ザコンテンポラリーアートギャラリー、東京。10月、古典、大竹振動の仕事エコス55から91。ナンバーシティーシティホール、大阪。1992年、古典、大竹振動1991から1992。ギャラリーところ、ニカーフ92。 横浜。1993年6月から7月、古典、ジャリおじさん、東京三照ウ原画展、東京アートフォーラム、ザ・コンテンポラリー・アート・ギャラリー、東京。7月、旧流道、カスバの男制作のため、鈴木京一とモロッコへ旅行。12月、古典、大竹新郎網膜、ギャラリーところ、東京。1994年8月、 古典、大竹新郎の新作版画展かすばの、男もろっこ日記、西部アートフォーラム、東京。9月、絵本、砂利おじさんが第43回小学館絵画賞を受賞。1995年3月、古典、大竹新郎網膜、高島屋コンテンポラリーアートスペース、東京。4月、古典、大竹新郎展 X、Y イコールラブ、ストアデイズ。 東京。5月、ボアダムスの山塚愛と出会い、ユニット、パズルパンクスを結成する。8月から10月、米国アトランタに滞在し、アーティストブックを制作。9月から10月、95ブラティスラバ世界絵本ゲンガビエンナーレで、絵本、ジャルおじさんが金牌を受賞。10月、雑誌、トンチに、初の小説連載、狙いはテクノを寄港。パズルパンクスとして、 小冊し付き CD、ブック、パイプライン山高日記を観光。1996年11月、山高愛との初のサウンドパフォーマンス、パズルパンクスライブを行う、ラフォーレミュージアム原宿、東京。このパフォーマンスのために、遠隔操作による自動演奏エレキギター、後のダブダイラを制作。1997年、宇和島駅で、 1> 約1年前まで使用され、記者改築で廃品となったネオンサインを譲り受ける。5月、古典、大竹新郎インプリント、ナディフ・ギャラリー、東京。10月、古典、大竹新郎プリンティング、ペインティング、CCGA 現代グラフィックアートセンター、福島。1998年、古典、ニーツマ前で私が、日本大竹新郎店、ニーツ市美術館。 新潟。4月、古典、大竹新郎店、コモンズギャラリー、ハワイ大学マノアコ美術学部、ホノルル。4月、都筑京一大竹新郎青山秘宝館、ナディフギャラリー、東京。7月、古典、ネガナ夜大竹新郎店、西部アートフォーラム、東京。1999年2月、時代の体温、アート、ドメスティックに、 出品、遠隔操作による自動演奏バンド、ダブ・タイラーニュー・シャネルと、アイ・パズル・パンクスによるライブを行う。5月、古典、ジャパノラマ、大竹新郎店、パルコ・ギャラリー、東京。夏頃、新潟のパチンコ店で廃品になった、自由の女神ゾーンを下取りする。7月、古典、すでにそこにあるものを読むために、 大竹新郎と創作させる者たち、青山ブックセンター本店、東京。2000年2月、古典、大竹新郎店機械、セゾンアートプログラムギャラリー、東京。3月、札幌市障害学習総合センター内の劇場ドン長が完成。6月、古典、大竹新郎店、ベースギャラリー、東京。8月、古典、ダブ系、大竹新郎店。 クポキリンプラザ大阪。10月、古典、10.08竹光通る、ソングス、大竹新郎店、ナビフフギャラリー、東京。2001年4月、古典、大竹新郎デジタルワークス、ネズミ系、エプサイト、東京。9月、ザ・スタンダード・スタンダード、ナオシマ・コンテンポラリー・アート・ミュージアム、香川に参加し、落合商店を発表。12月、 タケミツトール・ソングスで ADC 賞を受賞。2002年4月、古典、マンイズベーシュカリーグッド、大竹新郎店、ベネッセハウス直島コンテンポラリーアートミュージアム、香川。5月、古典、BLDG、大竹新郎新作店、ベースギャラリー、東京。2004年6月、古典、大竹新郎店、UK77 写真。 古典1977から1978年、ベースギャラリー、東京。2005年6月、古典、ON ペーパー大竹新郎店、ベースギャラリー、東京。2006年9月、古典、旅系、旅系、ベースギャラリー、東京。10月、古典、大竹新郎前景1955から2006、東京都現代美術館。古典、 大竹新郎と別会、ウルリー牧場、北海道。香川県直島の家プロジェクトの廃社に、作品、絶情夢、没根狙いを発表。2007年、古典、大竹新郎と別会2007年、ウルリー牧場、北海道。古典、大竹新郎路上のニュー宇宙、福岡市美術館、広島市現代美術館。2008年、古典、 点、シェルオキュパイ、古典、点々、シェルオキュパイ2、古典、点々点々、シェルオキュパイスペース3、テイク2長は、東京。2009年、香川県直島で、銭湯、IU、ILOVEU をオープン。また、第2回、池田明子記念私、つまり、ノーバディー賞を受賞。古典、点々点々シェルオキュパイ4、テイク2長は、東京。 2010年、古典、65、古典、652005から2010、テイク・ニナ東京。2011年、古典、大竹新郎店、佐賀町をアーカイブ、東京。2012年、ドイツのカッセルで5年に一度開催される、第13回ドクメンタに参加。古典、大竹新郎、アートソンジェセンター、ソウル。2013年、古典、 零零十二、テークに長は、東京。古典、大竹振動、奥足、高松市美術館、香川。古典、大竹新郎店、ニュー入入、丸亀市、猪熊源一郎現代美術館、香川。古典、小屋店、イナックスライブミュージアム世界のタイル博物館、愛知。二千十四年、大竹新郎店、ニューニューュ入他の成果により、平成二十五年度。 第64回芸術戦勝文部科学大臣賞美術部門受賞古典大竹新郎パラソルユニット現代美術財団ロンドン古典記憶系宮浦ギャラリーロック香川直島2016年古典新郎大竹ソロエキシビションシンガポールタイラープリントインスティチュートシンガポール古典オ奥テイクに長は 東京、古典、小、ケースプロジェクトナンバー3、慶応義塾大学三田キャンパス、東京。情報は2016年7月現在。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。